グループの新世代センター、そして期待される、乃木坂46の4期生、柿春香。ドラマ、最初はパー、テレビ朝日系、毎週金曜23時15分で地上波の連ドラ初レギュラーを射止めた彼女は、日に日に頼もしさを増している。井戸の表題曲センターを経験して、変われてる、自分。ちょっと成長できてる、と実感する今、自身の成長に何を思うのか。自身が演じるスミレは、違う世界線の自分。お笑い養成所が舞台のドラマ、最初はパーは、お笑い芸人を目指す生徒たちが奮闘する姿をコミカルに描く物語。柿は、アイドル並みのルックスを持ちながらもコミュ障の一面を持つ、ピン芸人を目指す女子生徒、雨宮すみれを演じる、本作のオファーを受けて、どんな感想を持ちましたか？柿、以前、4期生でドラマ、DTV オリジナルドラマ、猿に会う、へ出演して、3発で連続ドラマにゲスト出演させていただく機会もありましたけど、レギュラーは初めて。メンバーがいろいろなドラマの現場で活躍しているのをグループ内から見ていることも多かったので単純に嬉しかったです。でも、どんな役かと聞いたら、ピン芸人です、と言われて、ピン芸人、とびっくりしちゃいました。メンバーから、何役なの、と聞かれた時に、芸人さんなんだ、と言ったら、さっきー、柿の愛称、芸人になるの、とみんなもびっくりして、わら、柿きーなら大丈夫だよ、と背中を押してくれたので、嬉しかったです。大阪出身の柿さんにとって、作品のテーマ、お笑い、は幼い頃から身近だったのかなと。バル、タキ、小さい頃からいろんな番組を見ていたし、吉本新喜劇が好きなお友達の家へ遊びに行った時は、私も一緒に見ていました。他にも、エンタの神様、日本テレビ系、や、爆笑レッドカーペット、フジテレビ系、も見ていましたし、ピン芸人の方もよく出ていらっしゃったじゃないですか。お笑い芸人を目指す女の子を演じる上で、当時の思い出が撮影現場でも生きています。お笑いがテーマとあり、実際の撮影ではアドリブも求められそうです。柿、私はまだ、あんまりできないんですけど、いつかやってみたいとは思います。講師役の小籔、和豊さんが、アドリブはあんまり入れないタイプなんやけど、と言いつつ、アドリブを入れて面白くしてくださるので、かっこいいな、と憧れています。撮影現場の雰囲気も良く、1話の生徒一人一人が水をかけられるシーンでは、水をかけられるたびに出演者同士で拍手が起きて、最高、いいよと声をかけ合っていました。温かい雰囲気だから安心して頑張れるというか、自分をさらけ出せるし、みんなが笑顔でいられる明るい現場です。